皆さんこんにちは、僕スネ夫です。ご視聴ありがとうございます。今日もスネ吉兄さんと一緒に250分の1戦艦ヤマトのラジコンプラモを作っていくよ。今日もいろいろ教えてね、スネ吉兄さん。こんにちは、僕スネ吉です。今日も楽しく作っていくよ。ゆっくりしていってね。さて、本題に入る前にスタンチューブをおさらいしてみよう。スタンチューブはブリッスを満たすことによってスクリューから水を防ぐんだが、シャフトとチューブの間に隙間があると油が漏れてしまうんだね。隙間はできるだけ小さい方がいい。なんか蓋するものみたいのがあるといいよね。なんかいい蓋みたいなものはないかな。ほら、このようにシャフトとチューブの間にギャップがあると、そこから高速回転をしたときに油が漏れてしまう場合があるんだよ。なんかいい蓋みたいなものができるといいんだけどな。なんかいい蓋みたいのないかな。ミニ四駆。あ、兄さん、これ僕のミニ四駆。何をするんだよ。なんで分解しちゃうんだよ。ちょうどここの時空機は使えそうだな。分解してみよう。やめてよ、何すんだよ。まあいいじゃないか、今度ベアリング時空機を買ってやるよ。さすが兄さん。これは使えそうだな。ちょっと試しにつけてみよう。お、1.5 ミリのシャフトにぴったりのサイズ。まさに測ったようにぴったり。しかも回転もスムースになるよ。すごいね、兄さん。チューブにはめてみよう。お、チューブにもぴったり。しかも隙間も埋められるね。これはすごい。このようにチューブに先っちょにつけることによって油を流れるのを防ぐ、そして水を防ぐ、そして回転もスムーズになる。一石三鳥だね。これは採用だ。よし、この軸受けパーツを接着してスタンチューブを完成させるよ。タイトなサイズなのにこのスムーズさ、さすがミニ四駆パーツだね。侮れないね。ほら、口で拭いても回るこのスムーズさ。装着して、接着して、スタンチューブの完成だ。本体に組み込むよ。さあ、本題に入ろうか。船体の塗装準備を始めるよ。これを見てごらん。これは200分の1のヤマトで、プロモデラーさんが作った作品なんだ。船体をよく見てごらん。なんか気づくことはないかな。なんかよく見ると段差があるような気がする。よく気づいたね。そうなんだよ。この装甲のつなぎ目を表現することによってリアル感が増すんだよ。僕のヤマトもこんな仕上げにしてみたいと思う。え、どうやって？これはまずマスキングをして上にサーフェイサーを吹くことによって段差を表現するんだ。ま
ずはサミヤングマスキングテープ6ミリを貼っていくよ。このように均等に丁寧に貼っていくよ。これは後でサーフェイサーをかけた時に段差が表現できるんだよ。へえ、そうなんだ、すごいね。丁寧に全体の部分を貼っていき、マスキング終わったら、さあサーフェイサーを吹きつけよう。サーフェイサーはミスターサーフェイサーのグレータイプ特用を使うよ。このように小刻みにちょっとずつ塗っていくんだ。なんで、もっとこんなでかいんだからバーッといっぺんに塗っちゃおうよ。いや、ダメなんだよ。これは小刻みにちょっとずつ塗っていかないとどんなことになるかというと、こんな感じで塗料が垂れてしまって後の仕上げにも影響してくるんだよ。そうなんだ。だからこのように小刻みに何回も何回も丁寧に塗っていくんだよ。そして乾いたら何回も重ねるりすることによって段差が表現されていくんだよ。そうなんだ、楽しみだね。何回も塗り倒していくよ。さあ、スプレーを一缶使っちゃったよ。でも完成したよ。じゃあマスキングテープを剥がしていくよ。ああ、綺麗な線がついているね。よく見ると段差があるような感じがする。これは後で塗ったときに段差ができるんで楽しみにしておいてくれ。そうなんだ。この船体を塗るためにサーフェイサーが一缶なくなってしまったよ。これは痛い失敗だ。あれ、Tさん金持ちじゃなかったの？いや、この前買ったフェラーリのローンがまだ残っているんだよ。すごいね。その下準備ができたところで、今日はおしまい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。